で、これまだ腑に落ちてないので、じゃあこれをやりたくて仕方なくなる魔法の言葉を皆さんにプレゼントしましょう。想像してください。皆さんは人からタダでもらった価値のある商品を今もすごく大切に使ってますか？何万円もするものをタダで手に入れたものを目を通したことありますか？本とかコンテンツ、勉強のコンテンツとか。真剣に。おそらくほとんどないはずです。じゃあ逆の質問しますね。ここポイントです。皆さんは、すごく気に入ってなくて使い勝手も悪くて文句を言いながら使ってる商品、ごめんなさい、皆さんは、すごく高いお金を払って、まあ、すごく使い勝手が悪いんだけれども文句言いながら、高いお金で買ってしまったから文句言いながら使ってる商品ありますかっていうことです。おそらくあるはずです、ね、すげえ不便だとか文句言いながら、じゃあ捨てて新しいの買えばいいじゃんって言うけど、いや高かったからさこれみたいな。服とかでもすごくダサい、あんまり気に入ってないけどこれ高かったからさみたいな、元取らなあかんみたいな。けど面白いですよね、元取れてないんですよ、損してる人ずっとイライラしてるから。でこれ面白いもんで、これは全てのものがそうです。プロ野球とかがそうです。もうこいつあかんやんっていう選手いるじゃないですか、高額年俸で。正直もうね、同郷やし言いたくないですけど、阪神のアメリカが帰ってきた元抑えの人はもう無理でしょうね、あれね。けど5億も使ってるから使わないといけないじゃないですか。けどあれ考えてください、あれ使ってるせいで勝ち星落としてるんですよそうでしょ。これ面白いんですよ。人って高い金額使って買い物したら本質的には損することでも使ってしまうんですよ。面白いでしょ。だから何かっていうと、この人たちに売ってあげないとこの人たちもリピートしなくなっちゃいます。お客さんがリピートしなくなる一番の理由は使わないからです。そうですよね。定期のなんか商品買って行かなくなったから離脱しますよね。結局使わさなければお客さんリピートしないんですね。じゃあどうすれば使ってくれるか。お金を払わさないといけないんです。すごいでしょ。5億使ったから勝ち星落としてでも使いたいんだって言ってるんですよ。まあ、野球に興味がない人はよくわからないかもしれないですけど、よくある話なんですね。高い金額払ってや集めた選手だから全然成績悪くても使うんですね。皆さんの持ってる商品とかでもそういうことが起こっているはずです。不便だったら使わなきゃいいじゃんっていうのに使っているはずです。お金高かったから、元取らないといけないから、元取れないのに。だから知り合った瞬間に最高の商品を売ることによって離脱する可能性のあるお客さんすらこっちに引き上げることができますし、こういう有料顧客の買う商品を買ったっていうことは有料顧客になる可能性が高いってことですね。ここでただ単に必要最低限の、これよくやってしまうんです、整体院とかで、あ、じゃあ回数券売ればいいんだみたいなこと言います。それは違うんですよ。2ヶ月集中腰痛改善パッケージを売るからいいんですけど、16回の回数券売っちゃったらダメなんですね。それは必要最小限のことを前払いさせてるだけです。大切なことはこの成果を買ってもらうっていうことがすごく大事です。なんで、実はこれ売るのすげえ簡単です。なんでかっていうと、リスクリバーサルするんですね。成果保証と返金保証するんです。お客さんに成果を保証してあげて返金を保証するんです。成果が出なかった場合、これどこまでやるかはもちろん程度によりますよ。もちろん程度によるんだけれども、お客さんっていうのは理想的な結果を買ってるんですね。決して商品を買ってるわけじゃないんです。ですから安くても結果が手に入るかどうかわからない商品って誰も買わないんですよ。けど逆に、まあ、質問ですよね。だから、例えばね、年商じゃないとなんか今なんか欲しいもありますか、困ってることありますか。何でもいいです、ビジネスじゃなくてもいいですので、ね、苦いかな。
まあでもじゃあ腰痛だったとして、腰痛でまあちょっと治せるかどうかわからないですけど、まあちょっと よくはなるんで3000円で次予約してくれませんかみたいな、まあしてもしなくてもいいじゃないですか。やけどじゃあ逆に30万もらったらもう絶対にもう二度と腰痛にならない商品あるんですよと。でもしでもそれを途中でね、3回からまあ3回目までにその可能性がないと思うんであれば返金、全て全額返金しますって言われたら、じゃあまあ買ってみようかなってなりません？こう治るかどうかわからない治療よりも高くても治ってくれる方がいいじゃないですか。っていうふうに成果保証して返金保証すれば、初回にこれ打ったとって買ってくれます。で面白いもので、高い金額を払ってるっていうことは、人は必死でその成果を手に入れようとしてくれますので、プラシーボ効果って言ってね、風邪とか病院すげえしんどくて病院行ったら痛いの治るみたいなっていうものが、人間そういう効果を持ってますので、高いものはいいものに違いないとかいろいろ持ってますので、成果を保証して返金を保証してあげて、高いものを売ってあげるとお客さん引き上がるんですね。むしろ喜ぶんです。そっちが欲しいんです。安くても成果が出ないものいらないじゃないですか。いくら高くても成果が保証されてるんだったら喜んで買うわけですよ。なんで高い方が売れるんです本当は。だから素早くここの人たちに理想的なパッケージを、成果保証して、献金保証して売ってあげるっていうところが引き上げるポイントになります。